はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もフォールアウト4続きやっていこう。前回は、戦前の人間ニック・バレンタインの過去のゴタゴタというかなんというか、その辺を4パートくらいかけて解決して、そして前回の最後で得た、ニックとの親密度が最高に達したので、クローズ・トゥ・メタルというパークを手に入れて、これ一体何なのかよく調べてみたら、コンパニオンの人によっていろいろ得られるパークがあるらしくて、その親密度がマックスになることによって、ニックとの場合はターミナルのハッキングのアクセス回数、アクセス試行回数を1回増やせて、さらにはその締め出された後の時間が 50% 短縮されるという能力がつきました。まあ、だからコンパニオンをたくさん率いて親密度を上げれば、それだけいろんなパークが手に入るというところかな。で、今回はメインクエストの、メインクエストかな？ The Glowing Sea。 輝きの海でバージルを見つける。ここだね。で、ここら一体放射能がすごいとのことで、いろいろパワーアーマーとか装備のようなものを放射能耐性高いものにした方がいいと、ハイパーか誰かに言われた気がするんだけども、一つ他の解決方法があって、ラッド X。このラッド X ってアイテムをやたらたくさん持ってて、これ何に使えるのかというと、ラッドレジスト、放射能耐性をつけれると。これの場合は100秒だ。で、62個も持ってるから、これを使えばなんとかなるんじゃないだろうか。それにラッドアウェイも結構から、この方法で輝きの海を目指していこう。そしてパワーアーマー、前々回か前回あたりたくさんドンパチして、いろんなレアなものも手に入れて、パワーアーマーに今ちょっとレーダーの走行も混じってるけど、まずテッサフィストというこのレアアイテム、耐久度が4倍になるものをつけて、あと T51D という胴体をついてる。これヘルス500もあるから強いね。フュージョンコアもたくさん集まってたから買い替えたりしてたくさん持ってる。で、武器の方はこれもいろいろ部品をくっつけて強化したと。暴力的なスナイパーライフルがあったり、あと爆発10ミリピストルも強化して、あとはケロックピストルそのまま持ってきて、 AD のピストルも手に入れたけど、あれは置いてきちゃったな。正直ケロックピストルの方が能力値が高い。まあこの辺もちょっと強化したりしてといった感じかな。これも強化して、それじゃあ、ちなみにここまでやってきて、ここが何だったっけな、マスフュージョン廃棄所だとかいうところでスーパーミュータントがたくさんいたので、まあ、とりあえずパパッと倒しておきました。さあ、じゃあこれ履いて、母船が強かったらね、ラッド X を使って耐性をつけて進んでいこう。でもここら辺もすでにすごいとこだからね、なんか母船されてる感満載で、なんか吹き上げてるし、向こうの方だね。ここら一帯のスーパーミュータントもたくさん増えてきてて、強い敵も多いからパワーアーマーがあった方が楽かな。そしてこの先の方だね。ここいつだかが通って、汚染結構強かったからね。で、ここまで近づくとさらにこっちの方にあるというね。実はこの地点でマーキングされてたけど、まだ先にあります。だとするとこっちの道を通っていくべきだね。高速の下ら辺の道を通っていった方がいい。この辺はまだ汚染大丈夫だし。ん？グールだ。バレた。はい、これちょっと威力上がったかな。強化して、もう一丁できない。まだいる。レーザーライフルの音したけど、 EOS かな。はい、あ、倒した。バッツをたくさん使うからね、バッツ強化系のアイテムは役に立つけど、スタミナが足りないな。
シルバーフォーク。ではこっちの方から進んでいこうか。土地がちょっと高くなってるな。このまま歩いていけば高速道路の上の方に行けるか。あって、汚染されてるからこれだ。これ弱まってんのかな。どうなんだろう。弱まってるのかな。まあまあまあ大丈夫でしょう。まずかったらラッドアウェイ使おう。あ、輝きの海の橋。あ、でも体力バー動いてないからきっと耐性できてるな今。それでも汚染が強いところがあるそうだから注意しよう。で、ニックは半人造人間だからきっと大丈夫だね。あ、モルラットかな。ん、おお、スコルピオン。クモか。オッケー。さあ結構汚染されてるな。こんな先に行って人生き残れるのか。木も一本もないしね。 あるけど木の葉がない。とりあえず、あれ、場所が後ろになってるな。ちょっと戻ろう。あ、なんかアイコンがちょこちょこ変わっちゃうや。じゃあこっちでいいね。このまま目的地、おっと、向こう方面を目指していこう。ドンパチやってるな。この辺は汚染されてない。いや、ちょっと紫色じゃないのこれ。スティングウィング、すごいな。何も見えない。何もない。これは教会か、埋まってるのか。オープスマーチペンテコステ派教会。ああ、グールの巣窟だ。あ、たくさんいるけどこれ出てこれんのか。これグール取っとこう。さあ一定量の放射能値があるけど大丈夫だね。これやっちゃおう。あ、硬いね。クイックセーブ。おっと、硬い硬い硬い。出てて、リロード。オッケー。あ、まだいる。爆発ピストル。ラッド X の効果が切れた。50。ニックも強い。誰か見てみろよ。おっとっと、伝説潜った。伝説ってことはいいもの持ってる。どこ行った。こっちか。痛い。よし、回復して。さあ何を持ってる。移動速度上昇、いいね。強化しよう。で、肉もらって、肉をもらって。いや、ここは常にこんな天気なんだろうか。先が全然見えない。まっすぐ行けばいいね。とりあえずインスティチュートの裏切り者の潜伏先。全然輝いてないけど、海すらないけど。
なんだここ、スコルピオンばっかりいるな。オッケー、ラッド X は役に立つな。ほとんどの建物が埋まってるな。駐車場、なんだここ。あ、もうここ、何かが足りないとは思わないか。目的地か。どうしてここにはグールがいない。そうだよな、グールが全然いないな、こんなに汚染されてる場所なのに。あ、でも死んでるグールはいるな。バージルがいるのかな、ここに。下がある。ちょっとこの目的地アイコンがよく分かりにくいけど、ここをとりあえず探索してみようかな。グルいるじゃん。てててオッケーじゃない。うわ、頭が、頭が。オッケー。グールばっかり。なんかあるな。マスター開けちゃおう。オッケー。お、弾たくさんある。で、ラッド X は切れちゃって。だけど結構いろんなとこにあるな。レッド X ってなんだろう。こっちもあるのか。あ、でも登れない。下降りてみようかな。あ、水没してる？水没してるな。え？ああ、デスクローだ。え？やっちゃう？あ、抜からんじゃ。よし、隠れてステルスダメージ2倍を狙おう。あ、確率が、確率58か。あ、見つかっ、来い。全然食らってない。嘘だ。うわ、あ、突然変異。あ、意外といけるか、これ。おお、来てる来てる来てる。勝った。プラズマピストル、これも移動速度計。 OK、 抜かなんちゃもったいない。あ、ここはこれで終わりか。よし、出よう。さて、出る前にフュージョンコア交換しとこう。おい、何を隠してる。助けがいるのは誰だ。あ、エレベーター。これ出口じゃなくてエレベーターのアイコンだった。じゃあ行きましょう。いるかな、バージル。あれ、ニック乗ってきたはずだよね。みんなこの辺の放射性物質、出てきただけだ。大量に吸い込んでるぞ。あ、エレベーターの出口か。あ、そっか、埋まってるから。なるほどね。
とフラット X 使って、さあこの汚染土壌みたいのがあるな。まだ先だ。でスコルピオンがいる。あーたくさん尻尾が見える。あれ、あデスクローじゃないの、あれ、あ奥にいるのあれデスクローじゃないの。やってきた。OK、 ここは当たり前のようにデスクローもいるのか、普通に何体も。あれ奥にいたの、あそうだよね、あれあれもアルファだ。ちょっと待ってよ、このまま撃っちゃおう。あ全然減ってない。全然減ってない。スコルピオンと戦ってる。それだけ爆発ピストルは強いんだね。やってきた。無線兵士だ。よし、ドーピングタイム。どれだけだ。薬物、ジェット。よいしょ、オッケー。ジャンキーのボクシーグローブ、なんでこんな持ってんだ。禁断症状が多ければ多いほど与えるダメージが増加する。でデスクローも、あー強い強い強い、応戦が強い。デスクローもさらっと倒して先に進みたいけど、このどこに輝きの海があるんだ。上か、登ればいい。登れ主人公、登れ。もう輝きの海は目と鼻の先。おお、しょぼい。これしかない。ここか、ここでいいのか、ここでいいのか。本当にアトムクレーター、お邪魔します。分離が平和をもたらしますよ。ブラザーウォード、なんでこんなとこで生きていける。こっちか。待って、ラット X 追加。え？アトムの輝きがあなたを導かん。この人が。そこのもの、止まりなさい。違う。あなたはアトムの聖なる地に近づいた。なぜ？目的を言うか、彼の目により分離されなさい。分離されなさい。人を探してるんですよ。助けが必要だ。君の助けが必要だからここにいるんだ。分離を探しているの？アトムの無限の栄光を得るために。アトムと同化しに来たの？それとも信者を倒しに来たの？バージルって聞いてみたいけど、ここは、この場所は、ここはアトムそのもののために集まる場所。アトム、ここに来るまで生き延びたことに驚いているわ。バージルを探してるんだけど。バージルという名前の人を探している。バージル、ああ知っているわ。彼に何をしてほしいの？情報が必要って、なんだろう。情報が必要なんです。ただ彼から情報が必要なだけだ。わかったわ。あ、実を言うと、このバージルが問題になっているの。彼の存在がアトムへの侮辱だと感じる者がいるのよ。彼は時々交換に来るけど、その他ではほとんど接触をしない。彼は放っておいてほしいと思っているのが明らかだからよ。クレーターの南西、洞窟の中にいる。
洞窟か。もし私なら注意して近づくわ。客人を迎えたくないように見えるからよ。まあ裏切り者だから。そうか、この人たちは何、みんな放射能汚染体制でも持ってるのか。洞窟といったな。さらに奥だ。そうか、でラッド X の数も限りがあるから早いとこ行っちゃおう。ここ登りたい。登れない。さてと、このゴツゴツしてる岩肌の場所に小さい、なんだろう、宗教集団みたいな人たちがいて、なんも見えない。なんだあっち、こうすごいなこれ。ちょっとなんか見えるな。なんだあれ。あ、スコルピオンがいる。あ、墜落してる飛行機か。もうちょっと先か。なんだ、痛い痛い。あ、待って、強い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 。どう、近い近い近い。リロードして。待て待て、強くないか。回復して。くっそ、こうなったら切る。切りたいけどスパシっこい。でニックが別のやつに襲われてる。ここオッケー。放射のダメージかな。と発光ラッドスコルピオン全然食らわない。近接じゃダメだな。オッケー。とピストルの弾が結構減ってるな。別の武器にしよう。さあ近いかな。デスクロー、またデスクローか。ちくしょう、今回3体のデスクローと戦ってるよ。こいつと最初に会ったのはコンコードの街だったか。おお、近い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 。リロード。うわー、あ、まずい、掴まれた。やめて。倒した。待って、ラット X 治療して。いやいやいや、今度は野球のベース持ってる。洞窟がもう近いと思うんだけど。なんだこれ、かっこきのこあった、これだ。ロッキー洞窟、こんなとこ誰が来て誰が気づくんだ。さあ入ってきた、入ってきたけどこれトラップだよね。で、なんで隠れるの。はい、オッケー。パレットばっかりだ。オッケー、取って。あ、プロテクトロンだ。あいつは強いぞきっと。襲ってくるやつだな。やっちゃおう。あ、待って、違うね。
たなくてよかったやつだ。なんか赤く光ってたから戦った方がいいやつかと思っちゃった。待て、ゆっくり動け。いきなり動くな。イーストチュートから来たのは分かってる。違うよ。ケロクはどこだ。こっちに気を取られている隙にこっそり近づこうとしているのか。そうはいかないぞ。こっちもバカじゃない。誰かが送り込まれるのは分かってた。バージルか。バージルか。分かってるんだろう。ここで何をしている。助けが必要だ。助けが必要だ。私の助け。インスティチュート。俺はインスティチュートの情報を探しているだけの普通の男だ。インスティチュートということは彼らが送り込んだんだな。いや違うよ。ケロックの仲間か。ケロックは始末した。ケロックは始末した。死んだ。彼は死んだのか。嘘をつくな。いや嘘じゃない、本当だ。やつは死んだ。信じようと信じまいと。信じるのは難しいな。ケロックは残虐だった。インスティチュートが長年汚れ仕事に使ってきたのには理由がある。彼が送り込まれるのは分かっていた。その準備もしようとした。だが未だにうまくいったのか自信がない。そうなのか。君が彼を殺したとね。それなら君の望みは何なんだ。インスティチュートのこと聞きたいけど選択肢ないな。なぜ去ったか聞いてみよう。いけるかな。なぜインスティチュートを出る必要があった。そこから逃げ出したのは知っている。逃亡したのを知っている。成功。だがどうして。いやどうでもいい。戻る気はない。戻れないんだ。私を見ろ。そもそもなぜここにいる。望みは何だ。落ち着けって聞いてみようか。あ違う、聞いて言ってみよう。落ち着け。落ち着いて。そこに行く方法を知りたいだけだ。待て、何だって。本気なのか。インスティチュートの中に入りたい。正気なのか。まず不可能だという話は別にして、たとえ成功したとしてもほぼ確実に秒殺される。秒殺される。一体どんな理由でそんなリスクを取ろうとするんだ。息子ですよ息子。重要なことじゃない。なんでだ。息子のことを言わない選択肢がある。いやいや大した重要なことじゃないけど、インスティチュートに行きたいんです。どうでもいい。いいよ。あ、成功。こっちも知りたくはない。なんでだ。殺されたがっているのはそっちの問題だから。今回やたらに成功するな。説得。言わせてもらえばきっとそうなる。あそこに入る手伝いはできるが、代わりに欲しいものがある。欲しいものがある。よし、それなら手伝おう。手伝ってくれればこちらも手伝おう。分かった。手伝うならやってもらいたいことがある。あそこを出る羽目になる前、私はこの突然変異を逆行させる血清の研究をしていた。あれがあれば正常に戻れるかもしれない。わかるか。だからあそこに入れたら私のオフィスでそれを見つけてここに持ってきてもらいたい。君を助ける見返りとして。そうだと思う。わかった。詳しい話をしよう。大事なことから話そう。人造人間がインスティチュートを出入りする方法は知っているか。テレポートしてたからテレポートだ。ああ、彼らは一種のテレポーターを使っている。これはこれは、それを知る者は多くはない。かなり厳重に守られた秘密だ。しっかり調査したようだな。一般的に分子転送装置と呼ばれている。その裏にある科学の全てを理解してはいないが、とにかくうまくいく。ある場所で非物質化し、別の場所で再物質化する。馬鹿げて聞こえるだろうが、それが現実だ。インスティチュートを出入りする唯一の方法が中継局だ。中継局。わかるか。唯一の方法なんだ。つまりそれを使うしかないってことだ。さて、インスティチュートの交差を見たことは。交差。交差。
それは何だ。インスティチュートのもう一つの秘密だ。コーさんはインスティチュートの人造人間で、一つの目的だけに作られている。ハンターなのさ。作戦が失敗する、人造人間が行方不明になる、そんな時コーサーが放たれる。連中は非常に腕が立つが、君はその相手をせねばならない。なぜ殺す必要がって言われれば、まあそれ倒す必要があるけど、どうかな。そんなことが可能なのか。無敵ではないから、技術的には可能だ。君にその力があるかどうか、そのうちわかるだろう。どのコーサーにも特別な機器がついていて、それがインスティチュートの中継局へ直接つながる。頭にチップが埋め込まれている。君にはそのチップが必要だ。だがそれを手に入れるにはコーサーを見つけないと。今どこで見つけられるのか、正確な場所はわからない。私を追いかけるためには送り込まなかったし、ここで待っていることが良い考えとも思えない。一匹を倒す必要があるだろう。開始地点は教えられるし、見つけるためのヒントもあげられるが、汚れ仕事をやらなければならないよ。なるほど。あれだ、人造人間の後始末みたいなものをするんだね。 OK、 わかった。コーサーっていうのが。ああ、コーサーの最初の潜入地点は CIT の廃墟で、インスティチュートの真上になる。だからまずはそこを目指すんだ。さて、中継局は周辺の電磁スペクトルにかなりひどく干渉する。そのピップボーイに無線機能はついてるよな。廃墟に着いたら周波数を最低にして耳を澄ませるんだ。干渉するのが聞こえるだろう。信号に従えばコーサーのところに連れて行ってくれる。その後は殺されないようにするだけだ。嘘をつく気はない。勝ち目は低い。だがもしもやってのけたら、結成について話したことを忘れないでくれ。どうしても必要なんだ。心から探し物が見つかるよう願っているよ。ザ・グロイング・シーが完了。バージルか。一旦脱いで、ハンターハンテッド CIT に行く。じゃあバージルが求めている結成を彼に渡して、そしてインスティチュートへの入り方を協力してくれると。コーさんを見つけたら油断するな。君が死んだらチップは何の役にも立たない。OK、 コーサーってのが彼の言う限りとてつもなく、何してんのお肉強いやつなんだね。よし、じゃあ今回はここまでしようかな。場所はどこだ。あ、こっち方面の場所かなと思ったらダイヤモンドシティ近辺か。 OK、 じゃあ次回はどうしようかな。今回敵が結構固かった感があるから、サブクエストをもうちょっと消化してレベルを上げるべきだと思うので、コーサーのチップが見つかりますよ。こっちもすげえ気になるけど、必要になる。次回はサブクエストをやっていこう。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。